様大変お待たせいたしました。今回の映画に特別にご出演いただきます白蛇神役の佐々木武さんです。佐々木さんには今回のご出演のいきさつ、そして実際に出演されてのご感想など、佐々木さんの近況も含めてお話しください。それではどうぞよろしくお願いいたします。まだワンカットも回ってないんでちょっと僕が遅れたせいかな。でも川口君とはもう15年以上のお付き合いになりまして、まあなんか10年ちょっと空いてるんですけども、彼が北九州にいた頃一生懸命ボランティア活動に一生懸命になって、そしてその精神が一つもぶれないでこの年まで頑張ってこうしてね、素敵な映画を撮るようになって、本当にまたその作品に呼んでいただいてありがとうございました。そのついでにと言ってはなんですけども、昨日、去年は本当はその映画を持って日本全国を回ってきたんですけども、たまたま山口でやることがなかったもんですから、まあせっかく撮影で行くんだからなんとかそれを上映してもらえないかということで昨日やってもらいました。実はもう一本本当は、今年の5月までに取り上げる予定でしたけれども、僕は去年の11月の末から1月までちょっと、大腸と胆のうの摘出手術をやりまして、ちょっと長丁場入院したりなんかしてたもんですから、また作演出をやってくれる、ね、作家そこにいるんですけども、彼もちょっとねあれやこれやとちょっと忙しくて台本の方が遅れて、5月がきっと来年になるのかな、それはもう遅れても構わない、いいものを書いていただいて、この白蛇王に負けないような作品を作っていただきたい、そう思っております。とっても優しい素敵な台本なんでね、みんなまた一生懸命楽しんでやっておりますので、ぜひご覧になってくださいませ。本日どうもありがとうございます。ありがとうございました。